あ、3決がある。はい、3位決定戦を先に。さあ、3位決定戦があります。さあ、3位決定戦ですね。これはワンピーガーがモンテカルロ妖精飛行アットメイジャンキー、ツーピーガーはエクションですね。リア、さあ3決は大阪勢同士。さあ、ぴょんぴょん飛んで、さあ、メーガワンチャン、でかい技を当てたい。イルカは飛んで、さあ、金エスタイク、ガードして、さあ、ガメ足、スキャンを使って、さあ、これを足払い差し返し、バーストガードして、ガメ足、さあ、落として、テイクダッシュ S。さあ、次のセットプレーはどうするのか。ガーデンから、これはよくしのいだ、弾いて逃げた、キュラン我慢して、これはまだ終わらないでしょう。どんどんどんからタンデム中段、タンデムバーストは温存。まずはエキちゃん、はい、負けるか、当たってジャンプ防止、ほんで空対空ジャンプ系、しかし落としきれない。で、ヤンキーマイネル拾って、さあ、ここでワースト、さあ、ボールを打って打ち出していく、ガードして低空出して仕掛けたが、これは対空よく見ている。さあ、ガーデンから中段、さあ、これは来たぞ、ワンチャンキャラ、しかし投げて、コンボで時間が過ぎていく、さらに置き攻め崩れるとまずいぞ、崩れない、いや、しかし崩れて置き攻め、ガードが硬い、木なんとか白いだが、前転から上から来る。さあ、イルカを打って、マイピーのスカリン S ハイ、エキちゃんが差し返して1セット目を取っていく。続いて2セット目、さあ、キャラは変えずに2セット目、ボンテカルロ妖精飛行アットメイジャンキーは後がない。この試合は何としても取りたい。さあ、ハイスラ、しかしこれは発生負けしてしまった。ダウンを取られて、画面端飛んで引っ掛けるが崩れない。エキスちゃん、なかなかガードが硬い。さあ、ジャンプハイスラヒット、イルカを呼んで、横イルカ、これはウィンガー打っていく。さあ、拾って、これバースト。カウント、これは、さあ、こちらもバースト。さあ、体力差ほぼない。空対空。ダウンを取って。イルカさんはしっかり立ち上がるぞ。画面足、これゲージが溜まりそうだぞ。これは決まるのか、どうなのか。エメラルドレイン。イエス、きっちりエキちゃんを決める。開幕イルカ、イルカと打って、なかなかのダメージ。さあ、前転から固めていく。さあ、横イルカがよく当たっている。空対空、空対空、さあ、下段で崩しにいく。バックもよく見ている。ガード
さあ踊って投げ釣り、これはワンチャンや終わらず。さあイルカを呼んで決めてくる。さあ名ジャンキーが取り返し、これで1-1。さあ開幕ダウンを取ったのはイキちゃん。さあ落として崩して、これで残り体力半分。イルカ呼ぶ、中段ジャンプガードした、そのままお構いなしで崩していく。 SI 抜け身から越して、これウィンガー読みが下がってしまった。落として、これはやはり先ほど同様ブリッツで逃げていく。空中投げ、しのげるか、パソッヒットしてスカッター、イルカを打ってしまった。エキちゃんがきっちり決めて、3位はエキちゃん。さあ続いては決勝戦ですね。まさかまさかですよこれは結構まさかですね。誰が予想できたか、あまりも仕上がりすぎてね。そう、こっちもなんかきつそうっすよね。仕上がりすぎてますね。さあ決勝戦は九州勢同士。さあプレアークレボリューションカップ無差別戦ワンオンワン決勝トーナメント、決勝戦最後まで盛り上がっていきましょう。それでは佐藤直し始めてください。ワンピー側中スベットマン日の出からラスト、恐ろしいやり込みですねもう何回戦やってるんですかね。何回戦やってるんですかね、立ち上がるまでに。さあそしてフェイスガード先輩が2ピーがベノム、これお互い結構やってるんじゃないですかね、まあ、から確実にやり合ってますね。俺に分からんことじゃ通用しないよと言ったとこですかね。さあ決勝戦はまさかのベッドマンバーサスベノム。さあまずはベッドマン、長瀬ベッドマンが一歩立てていく。さあタスクを巻いて戻ってくるところで攻めていく。さあスティンが帰還して、キャンから上から行く。そこでめくっていたか、もう投げ返して、さあ P から前ハイスラ無理をしない、ここは投げてタスク打ち出して、上から行くのか、さあこう落ち着いてガード、さあ天意を使っていったタールガードして、キャンから空中投げ、ダウンを取ってジャンプ系で打ち出し、さあそろそろタスクが戻ってくるか、これは厳しいか、しかし低空ダッシュ差し込んで、さあ中スベットはバースを使っていく、寄っていく、さあ天意でうまく位置を入れ替えた、ダメ足しのげるか、スティンが引き合わせて残形打ち出し、ダウンを取ってもう一度後ろから下ダウン、これで画面端追いついて崩して決めるのか、レッドヘル、コンボ判断が素晴らしい。さあエースを刺して、さあタスクを消していく、もうどちらも完全対策してる動きですね、まあ、やっぱやり合ってる対戦ですねこれ。さあ長スベッドマンが仕掛ける、キャンから崩しに行くが、やはりやり慣れてるか、おバースト弾打ちガードして前ハイスラダウンを取ってテイク出し、今度は中段、さあ消していく、さあタスクを消されている。さあ細かくダメージを取ってフェイスガード先輩がペースを握っているか、画面端しゃがみ S 一発、クータイク投げて画面端、さあこのセットプレーはどうなる、寄っていく、ダウン取って逆転、
機関を使って、さあこれ一旦逃げられてしまった。 GS、 さらにダブルアップ、さらに逆進、中スレッドも取り返せるか、飛んで仕掛ける、マイルがほぼゴム、打ち出し、さあ球が前 P でスカル、さあ中スベットマンが若干リードしているか、上からいくか、タイク様子見、エースカーカス、これは削れてしまったか、当たったのか。さあまずはフェイスガード先輩、一セット選手、さあ続いて2セット目、後がないのは中スベット、カッコ日の出からラストカッコ閉じる、中山君読み勝て捕まえられたか、いやしかし捕まえきれない、タスクシーめくりをガードして、対空よく見ている、さあバースト、さあ一旦距離を取る、球打ち、球打ち、さあお互いに球打っていく、クータイク、球が返ってくる、こう投げて、通常投げの投げ暴れの判断が素晴らしい、 TS3 段 Q5 バックステして攻めけ、さあダウン取って、球打ち近寄って、ここは危険、ダウン取られる、これは切り返し、さあこれはガードしても何もない、さあ銀まで切り返して、さあゲージ満タンのベロム、これはかなりでかいか、ブリッツ後ろから金 S、 これバスト、さあ体力差はほぼない、よく見ている、体育おまけなし、受け身やりまーす、フェイスガード先輩が取っていく、さあ中スベットもあとがないぞ、デスカーカス打ち出し、さあ球が上にあって邪魔、 Q5、 さあ全部打ち出していく、さあチャンスを伺っている中スベットマン、相打ち、さあタスクはさばかれてしまう、やはりそう簡単には勝たせてくれないか、さあフェイスガード先輩崩れた、さあ大きめめ下段で崩して空対空、ダメージを取ってくる、上から行く、寄ってスキャンして崩す、かよし追いついたか、絶対くガードして、さあダウン取って、玉消し、玉消し、玉消し、これは思いっきり下をくぐってくる、さあさらに逃げて、球は自由にさせない、さあガードして引っかかる、暴れ総裁投げたろう、中スベットマンロマキアンシコでバースト、タマヒトジャンパイスラサメスピンガ投げて優勝はフェイス